美里町を流れる鳴瀬川では毎年1000羽を超える白鳥の群れが渡ってきますが、ほとんどは小白鳥です。小白鳥はユーラシア大陸北部で繁殖し、餌場が凍ってしまう冬の時期に日本などへ南下します。美里町には餌場となる田んぼが広がり、冬季に雪が降りますが、餌を食べるのに困るほど積もりません。また中流で流れも緩やかで中州もあるため、外敵の心配が少なく、越冬地のねぐらとしては適した環境といえます。田んぼの落ち穂や水草を餌にする小白鳥は家族単位で行動します。朝に餌場である田んぼへ向かう小白鳥の家族の飛び立ちは見応えがあります。体が大きく重いため、長い助走をつけ安全を確かめるよう、家族同士泣き合いながらタイミングを測って飛び立ちます。小白鳥にとって大崎坑道を潤している鳴瀬川でねぐらを確保し、またここにある農業の営みによる水田が豊富な餌場となり、大崎坑道は渡り鳥にとって越冬しやすい最適な地となっています。世界農業遺産の大崎坑道、人と生き物とが共生する環境が豊かな生物多様性を育んでいます。